こんにちは、ゼロ丸です。今日の動画はですね、以前出しましたブラックアウトに行ってきたという動画があるんですけども、そちらで行ってきたそのブラックアウトという即売会展示会で購入してきたものを皆さんにご紹介していきたいと思います。まあちょっとね、そんなに買うつもりはなかったんですけども、やっぱりね、展示会行っちゃうとね、買っちゃいます。皆さん気をつけてください。もうね、お金持ってかないぐらいの勢いで、カードも持ってかないぐらいの勢いじゃないと買っちゃいますので、皆さんね、行く場合はね、ぜひ気をつけて行ってきてください。僕はね、今回も爆買いしまして、1回で買った買い物で言うと、今まで2番目ぐらい。フトワゴヒゲトカゲを買った時以来ですかね。あの時は10万ぐらい、なんやかんやでかかってしまったので、まあそれを超えるのはね、なかなかないんですけども、まあそれに次ぐ2位ということでね、総額がですね、なんとまあ、42,500円ということでですね、何ができる？ 4 万あったら、4万あったら何ができるかな。4万あったらね、なんやかんやできます。なんやかんやできますので、まあ、そのなんやかんやできる金額をはたいてですね、ブラックアウトで買ってきましたので、そちらを皆さんにご紹介していきたいと思います。はい、ではね、こちらに、買った商品を出していきたいと思います。はい、まずはですね、大きいものからいこうか。はい、こちら、とある生き物の、ケージでございます。いろんな生き物が売っている即売会ですので、生き物も、買ってきてしまったんですけども、とある生き物のケージでございます。またその生き物はね、シークレットということで、次回がまたいつかね、お迎え動画としてあげたいと思うので、今日はね、シークレットでいきたいと思います。この辺なんか見えるかもしれませんけども、まあとある生き物のケージでございます。こちらがね、確か7,000円ぐらいしたかな。で、次に大きいのがこちら、ピタリ適温プラス。これね、普通に買ったら5,000〜6,000円とか6,000〜7,000円ぐらいするのかなと思うんですけど、もう3,000〜4,000円ぐらいでめちゃくちゃ安かったんで買ってしまいました。で、まあ餌皿、これはフトワゴに使おうと思ってます。うちのフトワゴに使うための餌皿。あとこちらがシェルターですね。こちらもこれまあよくあるシェルターになるんですけど、どれもね、金額的にはすごい安かったです。これもね、確か1700円とかだったので、普通に考えてめちゃくちゃ安かったと思います。はい、どんどんいきます。で、こちらがヒーティングトップですね。最近チャンネルワニさんでも紹介されてたんですけど、めちゃくちゃ便利で、ダントツなんですけど、穴を開けなくていい。ケージのところに穴を開けなくてよくて、網にそのまま置くだけで、まあ、ダントツの役割を果たしてくれるというものになります。で、こちらにもろもろ入ってるんですけども、まあ床材だったり、あ、これ餌か。これ餌だったり、床材。まあこれもとある生き物のね。はい、これもとある生き物のおやつですね。で、こちらがケージ内を除菌してくれるスプレーですね。なんか、まだ確定ではないらしいんですけど、コロナもこれで殺せるって言ってました。で、それの詰め替えと、あとは、まあそのとある生き物の乾燥を防止してくれる、皮膚やられとかを防止してくれるスプレーみたいなのを買ってきました。これもね、1,000円ぐらいかな。ここら辺はね、ちょっとね、初めて買う生態だったので、相場がちょっとよくわからないんで、安いのかよくわかんないんですけど、まあ結果的にここら辺全部ケージも含めて飼育用品はまあ合計で17,000円ぐらいかかりました。あとは生態ですね。はい、まずはね、1匹目がね、こちらです。このサイズ、このサイズですよ。このとあるね、生き物、中はこちらですね。ウサギが映ってますけど、ウサギではありません。こんな感じで入ってます。このサイズか、何かわかるでしょうか。まあこれよりはちょっとちっちゃいですけどね。この半分ぐらいの体のサイズ、半分、3分の1ぐらいのサイズの生態ですね。いや、めちゃくちゃ楽しみ。ちょっとね、ぜひ皆さんもね、今後の動画ぜひ楽しみにしてお待ちください。ヒントはね、生き物です。お、動いてます。ハリネズ、え、何でもありません。はい、2匹目の生き物がこちらですね。こちらに入っております。このサイズですね。まあでもちょっとあんまり当てになんないかもしんない、このサイズは。このサイズからもっともっと大きい、これぐらいのサイズのやつもいるんで、ちょっとこれだけじゃヒント足りないかもしれないんですけど、まあ、この子のね、お迎え動画も、出していきますので、ぜひね、そちらも
お楽しみにしておいてください。先日ね行われたブラックアウトで購入してきたものが以上になります。まあブラックアウトというか即売会自体僕初めて行ったんですけども、やっぱりねまあその以前ご紹介したその動画でも言ったんですけども、もう本当にね買っちゃう、全部ね目に留まるものを買っちゃうし、その普段見てるものも値段が安かったりとかいろんな種類が出てていろんな選択肢があるんで買っちゃいます。なのでぜひね買いたくない人は財布を持っていかない、というかもう行くなっていう感じですね。もう買いたくない人は行かない方がいいです。もう行く人は買う覚悟を決めて行ってみるといいと思います。でまあなんか買わずに見るだけでも本当に楽しくて動物園にいるような気分になれる回ですので、まあこれだけね僕みたいに多分買う人もたくさんいるだろうし、何も買わずにね行ってる人も多分たくさんいると思うんですけど、まあ買っても買わなくても楽しい即売会ですので、ぜひ皆さんも行ってみてください。はい、ではね今回の動画は、即売会で、爆買いしてきた商品をご紹介するという動画でございました。またねこちらのねシークレットのね生き物2匹のご紹介だったり、まあ飼育セットの立ち上げだったりね、まあ他の動物のね動画どんどん上げていきますので、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。では今回の動画はこの辺で失礼いたします。バイバーイ。大ヒント、大ヒントです。バイバーイ。